3つ目のカットの必要性というのは何かというと最低限凝写しなければいけない要素が3つあるからです、ね、まず1つ目はミサイルが外れて爆発したという表現ですね。次に海があの水面目がけて急降下していたこういう構図で飛んでるんですねあの海面に向かって飛んでるんですだからギリギリで機死を引き起こしてやってるとだから海ももう余裕ないわけですね同時に3つ目の、えー、と意味はミサイルがまだ1本残っている これをですね、説明するためにですね、このカットが必要でした。機動戦士ガンダム講座、1979年にですね、放送されたテレビ版の初代ガンダムをですね、1話ずつ徹底的に解説します。えー、今回はですね、体制を鎮ン染めて第28話のですね、後半 B パート目のですね、3回目の講義です。イギリスのベルファーストでですね、修理したホワイトベースですね、みんなが乗ってる連邦軍の ま、あ、味方側が乗ってるですね、戦艦。まあ、こんな形のデザインをしてます。えー、体制を超えてですね、南米の連邦本部、ジャブローにですね、向かっています。しかし、ジオンの,の新兵器、モビルアーマー、グラブローたちのミサイル攻撃で、ホワイトベース艦内は火の海です。えー、徐々に高度を落とし、もはや通落するかもというですね、えー、乗組にライフジャケットを配り始めるというですね、緊迫した状況になっています。えー、じゃあ、行きましょう。 えー、ガンダムで出撃したアムロはですね、モビルアーマーグラブルに水中で足を掴まれてですね、絶対絶命です。えー、ビームサーベルを振り回してるんですけど、届きませんですね。えー、敵の顔が近づいてくるですね。まあ、こんな感じですね。で、アムロはこう、ちょっとパニックになってると。これはあの、実際に描かれているのは何かっていうと、セルにアムロの表情を書いて、この肌色の部分がセルに書いてる部分ですね。で、この黒い線の部分が、 えー、透明なセルの上に線だけがあって、その後ろをですね、この青い背景が斜めにシャーッと走っているんです。ちょっとあのパニックになっているという表現でですね、あの、まあ、当時、この当時はよく多用されたエフェクトで、まあ、あのー、 ですね。宝島とかエースを狙えの出崎さんあたりが多用した、開発したかどうかわかんないですけど、あの、エフェクトです。まあ、セル時代の遺跡のようなシーンですよね。で、えー、G ファイターにですね、乗ってるですね、セーラーと、あとコアファイターの隼人もですね、水中モビルーツ,ツズゴックをですね、えー、なかなか倒せないと、なんとか1機だけ撃破したんだけど、まだ1機残ってる。この状態で、セーラーの 死体はですね、敵のミサイルを受けて炎上してしまい、なんとか、えー、消火したんですけども、着水して動けない。早ともミサイルがもう切れて、反撃できない、飛んでるだけの状態になります。そんな中ですね、ベルファーストへ乗り込んだですね、えー、ジオンのスパイとして乗り込んだ一人の少女、ミハルですね。ミハルは開始電に私も戦わせてくれと言って、一緒に出撃する。ここまでが、前回までの流れでした。ですね。えー、で、 三者の状況がわかるのが次のシーンです。えー、セーラーのですね、えー、G ファイターがもう海に着、あの、不時着というか着水していて漂っているだけの状態。その上を今回のですね、メインメーカー、ガンペリーが飛びます。ガンペリーのブリッジにはですね、ハヤトとですね、ハヤトじゃない <laughs>、カイシデンとミハルが、えー、乗っているんですね。こういう位置関係がわかりますですね。で、 えー、スコープの十字に敵の光があったらミサイルを撃つんだ。分かったな。うん、分かるよ。あそこだっていうふうにですね、言います。そうするとですね、えー、敵がですね、ミサイルをですね、撃ってきますですね。ズゴックが水面に出てミサイルを撃ってきます。それに対してですね、コアファイターはもう何もしますせん。ハヤトもセリフで,ですね、弾もミサイルもなくなった。解散頼むって言ってるような状況です。えー、水面にはですね、不時着したセーラー。 空には飛んでるだけの隼でその間でもうこいつらが戦うしかないというガンペリーが来てですねいよいよこのズゴックと戦おうとしていますですねえー、と一応ガンペリー解説しますかこれあのガンペリーっていってですね本来はこの お腹の中にガンダムとかを乗せて発進するメカなんですね。えー、それがですね、これからですね、まあ、あの、ガンダムを中に入れて,てるぐらいから実はものすごい巨大な飛行機なんです。で、この巨大な飛行機のですね、この小さいコックピットの中にですね、えー、はい、あの、カイと、えー、ミハルは乗っているわけですね。で、えー、最初のミサイルをですね、発射します。 え、かい、あ、これですね。ガンベリーですね、ここで、あの、このカットから始まって、こういうふうにカメラが動きですね、正面から攻撃するところをやってるんですけども、あの、かいさん頼むって言った瞬間にこのカットに切り替わるんですよね。で、えー、カメラはですね、その、こ,この両横の、ミサイルを見せてるわけですね。 まあちょっと、こちら側にしかないんですけども、ミサイルがあってですね、これが対潜水艦ミサイルになっているのですね、これを撃ってですね、えお、ー、っと、ミサイル発射しちゃった、今間違えて、えぇ、ー、ずごくと戦おうとしているわけですね。で、この状態で飛んでるのを正面から見たカットです。で、正面からたっぷり時間を使って、ミサイルが両側に3つずつ,つついているよっていうのをですね、きちんと見せるシーンですね。これ見せないとですね、ここから先の展開が説明できないんですよ。 で、よいしょ。えー、レバー一つずつ押すんだ、いいなっていうふうに、落ち着いてって言います。で、カもミ春もですね、正面を向いたままです。お互いにですね、顔を合わせたりしません。もう戦闘状態になってるから、前しか二人は向かないんですね。で、えー、ミはですね、レバーに指をかけて、二コマ目、人差し指だけで、一つ目のレバーを下げます。 これがミサイル発射なんですね。そうすると、一本目のミサイルですね。左の翼についた一本目の一番外側のミサイルが一つだけシュッと発射されると。やっぱあの、細かいのはですね、あの、この人差し指をレバーにかけて、中指は二つ目のレバーに乗せたままなんです。二つ目のレバーに乗せたまま発射するシーンですね。あの、水面をずっと見つめたまま、いちいち手元を見ないようにして、 ずっと水面を見つめて、で、十文字と交点があったらですね、ミサイル発射しろとううに言われているので、目線を外さぬ人ですよ。この時はミハルはすごい指示守ってるんですね。ミサイルは一発ずつ撃てと。で、絶対に目を離すなとううに言われたので、人差し指だけでまずミサイル一発目を撃つ。次、二発目は中指だけを使って撃つ。三発目は薬指と小指で撃つっていうふうに、こういうふうに動きを指示されてます。ですね。しかしですね、 えー、ミサイルは水中で爆発してですね、命中しなかったということですね。で、回は外れ次っていうふうに言います。そうすると、そのまんま、えー、ちょっとさっきより構図がアップになりました。構図がアップになってですね、見張はこの中指で2本目の、2つ目のレバーを下げます。わかりますね。2つ目のレバーを中指だけで下げてるんです。そうすると、この真ん中のミサイルが発射する。しかし、ミサイルが外れ。 水中でミサイルだけは爆発して、その前をですね、ミサイル一発だけ残っているガンペリーが通過するというシーンになります。ですね。えー、この三つ目のカットの必要性というのは何かというと、最低限、あの、描写しなければいけない要素が三つあるからなんですね。まず一つ目は、ミサイルが外れて爆発したという表現ですね。次に、海が、あの、水面目がけて急降下していたと。実は、このシーンですね。よくわかりにくいんですけども、 こういう構図で飛んでるんですね。あの、海面に向かって飛んでるんですよ。だからギリギリで機事を引き起こしてやってると。だから海ももう余裕ないわけですね。敵にミサイルを当てるために、水面に向かってこの速度を利用して、さらにミサイルを発射して飛ばしてる。だから水面ギリギリまで飛んでるという描写です。で、同時に3つ目の、えー、と意味は、ミサイルがまだ1本残っている。これをですね、説明するためにですね、このカットが必要でした。 しかしここでですね、水中のズゴックが反撃します。反撃しにですね、その水中からまあ、真っすぐ迫ってくるズゴック、えー、腕だけが水面に現れて、まあ、ちょっと間抜けですね、その水面に現れてビーム発射するとですね、ガンペリーの左翼ですね、こちら側です。 まだミサイルが1本残っているガンペリンのですね、ここにですね、ミサイルが直撃しちゃうんですね。だから3本目のミサイルは発射するまでもなくですね、これで不発状態、使えなくな,るなります。ですね。で、えー、ここでスイッチが故障してしまうと。回、レバーをしても発射しないよっていうふうにですね、回に言います。回はレバーを、なんだとこんな時に ちゃんとあのですね、3本目のレバーを確認しながらですね、カシャ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 動かします。ダメだ今の攻撃で電気回路がやられたって言います。すると、ハルがですね、このまま、どうしたらやっつけられるのと聞くと、回が、カタパルトの脇にあるレバーが動かせりやいいんだが、つまり下に降りてって、直に操作できりゃいいんだが、というふうに言います。で、このですね、回の横顔、あの、回ね、この時に、 まっすぐ前向いてるんですよ。このレバー操作してる時だけ横向いてるんですけども、貝はさっきも言ったように前をずっと向いたままなんですね。今のこういう、あの、どうしたらやっつけられるんだと聞かれた時にですね、カタパルトの脇にあるレバーが動かせりゃいいんだがって言います。で、そのまま貝が振り返ってですね、ミハルどこに行くんだって言うんですね。これはミハルが隣の席にいないっていう表現なんですけど、それでやっと3コマ目に切り替わります。貝カタパルトの脇にレバーがあるんだろうって言って笑います。うん これがですね、あの、カイが最後に見たミハルの笑顔ですね。まあ、あの、ここにね、笑顔を置くのがですね、いわゆるスタッフの気遣いなんですよ。カイはパニックってて、もうここでミハルに怒鳴るばっかりなんですね。ちゃんとしなきゃいけないんだとか、できるのか、やってんのかっていうふうに言ってるんですけども、ミハルは最後に、 あの、カタパルトの脇にレバーがあるんだろう、私行くよって言って、ちょっと笑ってくれたんですね。ここの笑顔を見せるのがですね、その、せめて最後に鼻向けっていうやつなんでしょうね。スタッフの心遣い。さあ、どうなるのかですね。続きは限定ということになります。えー、ちょっと、悲しい話になります。ではまた。 岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、たい夜の7時ぐらいに、あの、新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。